知らんと新酒鑑定会に出品されたお酒が並んでますね。これ一つ一つをこう聞き実習していくわけですね。これ今、製造技術研究会ということで出品酒目録これ全部載ってますから、これにでこのカップでこう一つ一つ飲んでいくわけですね。こういう感じで、で、うん、やっぱり金賞のお酒だけあってやっぱりこうすごく綺麗で飲み、いいお酒っていう感じがしますね。やっぱりまあ出品酒用のお酒ということで、もうどれも本当に素晴らしい最高レベルのものなんですけど、やっぱ特にね金賞、まあ入賞、そして金賞のお酒っていうのは本当にすごいこうまあ綺麗なお酒っていう、飲んで楽しみに来てるわけじゃないんで、これはですね、この色、もう製造技術研究会なんで、飲んで、確認して、まあ、どんなお酒がいい賞を取ったのか、そして、まあ、それをどう、次の作りに生かしていくのかっていうのを、まあ、やっていくわけですね。もう、福井で買ったことあります。上山。優勝してます。酸味と甘みのバランスが素晴らしいですね。あ、ここで結構ね、これだけいっぱいたくさんあるんで、ちょっとしんどいですね。飲んでるわけはないんですけど、だんだん舌の感覚がもう分からなくなるんですけど、それをグッとこうニュートラルに保ってこう引いていくわけですね。あ、若手のホープ、やっぱり検証を取れる酒っていうのが綺麗で、うんうんうん、まとまっこって、で、全体的に甘口、そういうのがあるなと思うやつは大体取れてるんです。北はうまい。綺麗にまとまっとる気がしますね。美味しいです。おー、初めての製造技術研究会、どうですか？いや、こんなにいろんなお酒が飲めるとは思います。あー、山形の、あ、やっぱ山形、長野、はいはい、長野ね、はい、超淡麗、あの辺が美味しかった。うーん、香りも華やかで味わいもあって取ったのあれだ、いいですね。
次はどこのラインに行かれるんですか？福島。あ、福島。あ、最後に福島行かれるということで、頑張ってきてください。あ、終わりましたね。もう3時ですよ。ちょっとね、飲みすぎまして。いやでもやっぱこれ、やっぱこういろいろ客さんがある中でやっぱ飲んでも、やっぱ金賞取っただけあって、すごく綺麗で美味しいです。やっぱこの華やかな香りがあって、そして綺麗な味わい。本当にいろいろお酒ある中で、今誰が飲んでも本当に美味しいと言ってもらえるようなちょっとお酒になってるんじゃないかなと思いますね。うん。これだけね、さっき必修した中でもね、やっぱ一番美味しいなと。極みひじりが一番美味しいなとね、思いましたよね。数人うなずいてます。